はいはい、ちょっと失礼するよ。どうしたんだいじゃないわよ。いつまで待ってればいいわけ？私の記憶が確かなら、惑星ロームの衛星軌道付近に到着してからもう半日は経っているはずなのですが。館内放送があってから13時間38分経過しています。もう待ちくたびれちゃいましたよ。まだ港に入れないんですか？もう目と鼻の先じゃないですか。早く入りましょうよ。そうもいかないんですよ。今は順番待ちをしているところなんです。いくらファーゴの宇宙港がローム政権一の規模を誇るとはいえ、あれだけの数の軍艦が次々と入港するには時間がかかりますからね。それにしたってエルシオールを優先して入れてくれても良さそうなもんじゃないか。そうですわ。私たちはトランスバール本線からここまで芝王子をお守りしながら危険な旅を続けてきたのに。長い道のりでした。さっき入った連絡によると、芝王子の出迎えの準備でバタバタしているんだと。出迎えの準備？そんなのどうだっていいと思うんだけどね。タクトさんが司令官になってくれたからですよ。私たちこそお礼を言わなきゃ。そうそう、あんたはよくやったよ。エルシオールの中に閉じこもっているのと船の外に出られるのとでは運命の差がありますわ。うるさいぞお前ら。暇を持て余して騒ぐくらいならここから出ていけ。タクト・マイヤーズ大佐、機関に司令部からの命令を伝える。エルシオールはローム星系標準時間1:00までに都市衛星ファーゴの宇宙港へ入港せよ。そこで芝王子をお迎えするための使節団が待機しておる。施設団の警護のもと、芝王子にはファーゴに設けた離宮へお移りいただく。その後、機関は1400に軍の緊急対策本部まで出頭せよ。以上じゃ。わしは一足先に本部で戦況報告をしておる。後で会おう。ブランドショップが私を呼んでるわ。
宇宙港の管制局から通信です。本艦の入港許可が下りました。はい、何でしょう。ウギウギはとても元気です。これから公園にお散歩に連れて行こうと思っています。はい、では一緒に。ウギウギも喜んでいるようです。いつも私の部屋の中で暮らしていますから、時々こうして広いところを走らせた方がいいとグロミエさんが言っていました。何ですか？待って、ウギウギ。あんまり遠くに行っちゃダメ。でも心配で。待って、こっちにおいで。ウギウギ、ほら、こっち。あ、いい子ね、おいで。えい。タクトさんも手伝ってください。ウギウギは元気です。大丈夫です。楽しい？楽しい。楽しい。そう、私、楽しいんですね。確かに、ウギウギの世話は大変で疲れます。でも、その疲れを心地よいと感じている私がいます。そうですか。では。私は最近、タクトさんと一緒にいることも心地よいと思えるのです。
それも良いことなのでしょうか。よかった。はい、それでは。これは。ワイヤーズ司令、いらっしゃいませ。すでに王子はお支度を終えられ、先ほどから中でお待ちでございます。どうぞお入りください。ここを引き払う予定でおります。今日まで本当にありがとうございました。あなた様もお元気で。さあ、王子がお待ちかねです。どうぞ。来たか、マイヤーズ。金だぞ。いや、良い、責めているわけではない。時に出迎えの使節団とやらの報告を受けたのだが、人数が300人余りというのはちょっと多すぎるのではないか。とすると、このファーゴにもエオニアの手が伸びる恐れがあるということか。そうなのか。では、私は外に出るたびにそんな物々しい警備を従えるのか。ものだな、皇族というのは。私はこれからずっとそんな窮屈な時間を過ごさねばならんというのか。シャトヤン様ともしばらく会えなくなるのだろうな。どなたの頭には楽観的な考えしか浮かばんのか。おかしな男だ。少々退屈ではあったが、楽しい旅だった。役目、大義であった、マイヤーズ。それと、いつかトランスバール本線に向かう時が来たら、その時にはまたお前の船に乗りたいものだ。間があったな。私のお守りはもうごめんというのが本心か。広告の武人たるもの、奇襲にはいつでも備えておけ。
玄関に連絡します。エルシオールはただいま都市衛星ファーゴに入港しました。時間か。世話になったな、タクトマイヤーズ。別にそこまでついてこなくても良いぞ。そうか、ならばついてきてもよい。参ろうか。おお、タクト、ようやくついたか。ああ、いや、そういうこととは少し違うのじゃがな。おお、君がマイヤーズ大佐か。困難な任務をよくぞ見事に務めてくれた。いや、ご苦労だった。大佐の噂はルフト准将より聞いているぞ。迫り来る反乱軍の追手をかわし、シバ王子をお守りした広告の英雄。いやいや、そうかしこまらなくてもいい。反乱軍のただ中を単独突破してきたのだ。君は広告軍人の誉れだよ。お言葉ですが、ジーダマイヤ閣下、エルシオールにはかのエンジェル隊と紋章機がついていたのです。どんなに無能な若造であろうと、ここまで逃げてくることぐらい苦もなかったことでしょう。なるほど、それもそうか。早く合わせろとせっつかれてもらってな。どうかしたかね、マイヤーズ。おお、なんと熱心だ。さすが迫り来る追手をかわし、シバ王子をお守りした広告の英雄。頼もしい限りだな、マイヤーズ。君のような猛将がいれば、トランスバール本勢を奪還するのもそう多いことではなさそう。同感であります、ジーダマイヤ閣下。それは君の士気が悪かったからではないのかね。現に先日、奴らは我が軍の攻撃を受けて尻尾を巻いて逃げ出したではないか。まあまあしたまえ、現場の意見は尊重して聞こうじゃ。しかし案ずることはない、マイヤー。総攻撃をかけるのは各地から集まってくる友軍が揃ってからで十分だ。その上、迫り来る追手をかわし、シバ王子をお守りした広告の英雄が先陣に加わってくれれば、これほど心強いことはない。同感であります、ジーダマイヤ閣下。迫り来る追手をかわし、シバ王子をお守りした広告の英雄がいれば、勝利は決まったも同然。
エオニアなど恐れるに足らぬ。我々の勝利には島王子もお喜びくださるだろう。戦後の論考交渉が楽しみでありますな。島王子をお迎えできた今、我々は一層力を合わせ、より多くの知恵を出し合い、この国難を乗り越えようではないか。異議なし。では、これにて本日の会議を終了する。ご苦労、タクト。はっきり言ってその通りじゃ。もっとも先日までは戦う戦わない以前の問題でずっと会議は空転しておったのじゃがな。そうじゃ、自分の立場を有利にしたい連中ばかりでの寄せ集めの舞台ということも災いした。指揮系統も混乱しておって、明確な意思決定すら満足にいかぬありさまよ。言わんでくれ、耳が痛い。おまけにこの間の戦いでうっかり大勝ちしてしもうた。今や上層部の頭にあるのは、いかにエオニアと戦うかではなく、エオニアを討伐した後の政権の構図じゃ。それをきちんと認識できる首脳が揃っておれば、こんな苦労はしておらんよ。落ち込んでいるところ悪いが、さらに悪い知らせがあるぞ。3日後、島王子を歓迎する舞踏会が開かれる。その舞踏会に、お前も出席せよとの命令じゃ。今度こそ文句なしに見せ物じゃな。何を言うとるか。お前は迫り来る反乱軍の追っ手をかわし、島王子をお守りした王国の英雄なんじゃぞ。少しばかりふざけが過ぎたか。まあ見せ物であれ何であれ、これでしばらくは休めるのじゃ。無人艦隊との戦いでお前も疲れていよう。エオニア軍の皆さん、お前と合流した時に戦ったあの寝返った軍人のことか。なんとエオニアにそのような配下がおったとは。
わしらが戦ってきたのは無人艦ばかりだったが、一体どこの何者じゃ。よし、情報部に調査させよう。しかしエオニアの部下とはどこから湧いて出たんじゃ。報告外の辺境と考えるのが妥当じゃろうな。この騒ぎが終わったら調査隊の派遣を検討してみるべきかもしれん。おお、ちょっと待て。一番大事な要件を忘れるところじゃった。マイヤーズ大佐、期間は舞踏会の翌日をもってエンジェル隊およびエルシオールの司令官から解任される予定じゃ。エンジェル隊とエルシオールは引き続きファーゴにとどまり、シヴァ王子の護衛にあたる。お前はやがて発動される広告本性奪還作戦の中で艦隊の一つを任されることになるじゃろう。うん、今日までご苦労じゃったな、タクト。いずれ正式な辞令が下ると思うが、寂しいかの。ところで、その節目となる舞踏会じゃが、お前の他にエンジェル隊にも参加してもらいたい。エンジェル隊もお前と共にシヴァ王子を守り通した功労者だからな。好きなだけ着飾ってもいいと伝えてくれ。感情は軍に回すがいい。わしらからできるせめてもの礼じゃよ。では今日はこれまでじゃ。エルシオールに戻って残務の整理をしておけ。おお、そうじゃ。一つ忠告しておくがの、舞踏会に招待されたのはエンジェル隊全員じゃが、お前が最後のダンスのパートナーに選べるのは一人だけじゃぞ。最後のダンスに誰を誘うか、一見些細なことに見えて、こういうことが後々の人生まで左右したりするものじゃ。いやいや、わしのような人生の大先輩からの助言には耳を傾けておくものじゃぞ。誰をエスコートするか、後悔のないように選べよ。タクトさん、いなくなった。
ですか？ということは、俺も一緒にこの船を降りるってわけだな。そんな、私たちせっかく今までうまくやってこれましたのに、今からでも何とかなりませんの？ないわよ。それとも私たちと別れることができて先生するとでも思ってるわけ？残念です。私、タクトさんとご一緒できて楽しかったです。私、タクトさん以外の人が司令になるなんて考えられません。そうだね。それが軍人として当然の務めだ。あんたたちも明るく送り出してあげな。それが私たちの務めってもんさ。それじゃせいぜいボーナス代わりにブランド物でも買い漁ってやろうかね。舞踏会よ舞踏会。ああ、どんなドレス着ていこうかしら。ここって高級ブランドのお店がいっぱいあるんだよね。楽しみだな。そうだな。そうだな。で、最後の舞踏会では誰をパートナーにするつもりなんだ？ルフト准将から連絡があったんだ。ちなみに俺は出席を断った。見せ物にされるのはごめんだ。お前はエルシオールの代表だ。せいぜい見せ物になってこい、広告の英雄殿。ともかく、せっかくの機会だ。誰をエスコートするにせよ、楽しんでこいよ。そんなに深く考えなくても、お前が気に入ってる人間でいいじゃないか。んじゃ、俺はここで。お疲れさん。
誰なの？名前を聞くときは自分から先に名乗るのが紳士の振る舞いだってお兄様が言ってたわ。タクト、もしかして紋章旗を指揮していた人？とても有名よ。タクトのことはお兄様も、お兄様の周りの人間たちも、よく噂してる。軍人って何？そう。だったらお兄様は軍人ね。たくさんの宇宙船を指揮して戦っているの。そうよ、お兄様は強いの。お兄様には誰もかないっこないんだから。紋章旗を見てたの。綺麗ね、これ。これ、欲しいな。この紋章旗、欲しいの。ねえ、タクト、これノアにちょうだい。どうして？ねえ、どれか一つでいいから。なんだ、タクトのケチ。別にいいもん、ノアだって作れるもの。違うわ、本物よ。それに作れるのはノアだけ。いいもん、白いのと黒いのと2つ並べたら綺麗でいいなって思っただけ。それにノアが作った方が強いもん。だからもらえなくても平気なんだから。
邪魔します。あの、いいですか？お仕事忙しくありません？あの、タクトさん、舞踏会でエスコートするパートナーは、その、決めてらっしゃいますか？本当ですか？それじゃ、その…私、パートナーに立候補してもいいでしょうか？はい！あの、舞踏会が終わったら、タクトさんはいなくなっちゃうんですよね。だから、せめてそのギリギリまで、タクトさんの一番近くにいたいと思って。そんなに深刻に考えないでください。エンジェル隊は5人いるから、よかったら私をどうぞって言いに来ただけなんですから。私をどうぞなんておかしいみたい。やだ。変ですよね、私。お礼なんて、私が勝手に押しかけてきたんですから。それじゃあ私、自分の部屋に戻ります。今日は一日、どこにも行かずにそこにいますから。お邪魔しました。何グズグズしてんのよ。あんたに決まってるでしょ。あんまり遅いんでこっちから迎えに来ちゃったじゃない。どうせあんたのことだから舞踏会のパートナーなんかいないんでしょ。ちゃんとお見通しなんだから。でも大丈夫よ、私がパートナーになってあげるから。一応仮にも上官だもんね。舞踏会でパートナーがいなくてポツンとしてたら私たちが恥かいちゃうじゃない。立候補してあげようってわけよ。こんな美人をエスコートできるんだから光栄に思いなさい。別に礼なんて。私だって舞踏会では誰かにエスコートされたいし、あんたには世話にもなったし、そこそこいいやつだと思うし。私は自分の部屋に戻ろっと。別に予定もないし、ずっと部屋にいようかな。ちゃんと誘いに来てよね。こういうのは男から申し込むものなんだから。じゃあね。ちょっとよろしいでしょうか。ねえタクトさん、お願いがありますの。
今度の舞踏会のパートナーは私にしてくださいます？それはもちろんタクトさんとご一緒できたら楽しめると思ったからですわ。正直ああした席は落ち着かなくて、何度言っても慣れないのです。でもタクトさんと一緒なら。あら、ごめんなさい、いきなりこんなこと言われてもすぐには決められませんわよね。いいえ、もしタクトさんが私と同じお気持ちでしたら後でお返事をください。私部屋で待っていますわ。舞踏会でご一緒できるのを楽しみにしています。最後になってしまうのが残念ですけれど。では失礼します。お待ちしてますわ。司令から伺いました。今度の舞踏会にエスコートする方を探していらっしゃるんですよね。というわけでこれをどうぞ。よろしければエスコートを申し込むとき、この花束を相手に渡してあげてください。話を聞いてココと町に出て買ってきたんです。何言ってるんですか。女性を舞踏会に誘うんですから、これくらいビシッと決めなきゃ。そういうもんですじゃあお渡ししましたからね。これを持っていけば絶対大丈夫ですよ。はい、行ってらっしゃい。